場所でいうと川上橋っていう川上ですね。川上橋すごい、この鯉のぼりがたくさん掲げられてますけど、まあ鯉のぼりをかけること自体は今いろんなところでやってるんで、それ自体は最近はいろんなところでやってるかと思いますけども、ここは結構早かったですよね。で、なんとここは鯉のぼりに見た見た疫病退散と書いてありますね。まあ季節柄多分こういうのは当然コロナということを考えると出てくるでしょう。で、名前は有名な龍頭園、行ったことないんですけどね、でも名前は非常に有名ですね。で、赤い橋もよく見る赤い橋だと思います。ちょっと鯉のぼりさんが引っかかってるのもいたりしてあれなんですけれども、まあ鯉のぼりもいろいろありますね。金みたいなやつもあれば、鯉のぼりに、人の絵が桃太郎かな金太郎かな、なんかな、そういうような絵が描かれてるのもあるし、いろいろあって、まあ記念撮影をしてる人たちもいますけど、まあ子供の成長を願うには非常にいいあれだと思いますね。さっきの加瀬川を下ってくるとこういうところにもこういうところもあります。ちょっと見にくいですけども、さっきの橋がこうあって、こういうふうにワイヤーが吊るされてて、こう口があって、そこに鯉のぼりがかけられてるって感じですかね。こういう感じです。ちょっと夕方になってきて、また雲の切れ間から、雲の切れ間じゃないね、曇りだったんですけれども、間から日が差すようになって、やっぱり日が差しているところは綺麗ですね。音もして、さっきの川上の名物が白玉まんじゅう、まあ白玉粉でこしあんを包んだものですけども、白玉まんじゅうっていうのが名物です。で、まあ元祖とか言ってるところもまあありますが、いろいろあって、でもテープがうまく剥がれないな。まあどういうものかっていうと、単純にこういうものですね。これは白玉まんじゅうと呼ばれる、川上の名物ですね。晩ご飯までにちょっと時間があるからっていうわけじゃないんですけども、まあ柔らかい白玉、この白玉の中にこしあんが入ってて、まあなんていうんですかね、シンプルなものですけども美味しいです。まあ名物になるってことはよくわかる美味しさがあると思います。これがさっきの川上の名物の白玉まんじゅうです。でしたかな。